天然資源の乏しい日本にとって、資源を守ることはそれだけ国力を増すことになります。ことに軍需品として必要なガソリン、綿花、羊毛、鉄、ゴム、革といったようなものは、それが我が国に恵まれていないだけ、できるだけ節約しなければなりません。これは燃料報告を目指した木炭自動車であります。大事なガソリンの代わりに木炭を使って、非常に街灯を颯爽と爆心していきます。こうして資源愛護の精神は至る所に包廃としてみなぎり、さらに学童の帽子までもが舶来の羊毛を蹴っ飛ばして紙の帽子に変わっていきます。国策を頭に乗っけて元気に渡航する無邪気な第二国民の足取りに、私たちは非常に日本の姿から明朗日本の足取りを発見するのであります。も積もれば山となる。大事なものを節約することはもちろんでありますが、廃物利用も一つの資源愛護であります。いらなくなった空き缶、銀紙などもゴミ箱に捨てる前に一箇所にまとめて新しく再生すると立派に役立つようになります。また廃物を処分したお金を貯金して愛国公債を買ったり、陸海軍に国防献金をするのも15国民の容易になしうる奉仕であります。